はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤッスーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病や癌になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、最近このお腹周りがね、張りが少しずつなくなってきているんですよ。めっちゃ嬉しいです。なんか快適なんですよね。なんかスムーズと言いますか。まあでも、その薬の影響、免疫抑制剤の影響でむくみが出てて、まあそれなりにちょっと肉々しい感じはまだちょっと否めないんですけども、まあでもこれってやっぱりその、まあ一週間前から続いてる、もうちょっとかかってるかな、菓子パンをやめてるんですよね、僕ね。それが原因だと思います。原因って言ったら悪い言い方なんですけども、こうそうしてるんだなと思います。でもまあね、パン好きなんで菓子パンはやめてるんですけど、食パンは食べてます。食パンね、食パン食べてますよ。体重も菓子パンやめてから1、2キロは減ってるんで、すごいなと思いますね。でも菓子パンやめるだけでこんな1、2キロも痩せるなんてことをちょっと考えてみると、この1ヶ月でどんだけの菓子パンを食べてたんやということがわかりますね。まあでもね、好きなものをやめるとストレスになってしまうんで、まあ、そこはちょっとコントロールしながら食パンをチョイスしているんですけども、ストレスに関して言いますと、まあ、世の中にはいろんな NG フードって言われるものがあるじゃないですか。 NG フードね、まあ、でもそれをネット動画で調べてみると他にもいっぱい出てくるんですけども、もしその中に自分の好きなものがあるとするじゃないですか。でもそれって別にやめる必要ないと思うんですよね。やめたらストレスになるんでね。でも僕はその中で食パンをチョイスしてるわけです。マーガリンとかバターとかね、ジャムは塗ってないですけど、まあ、軽くマーガリンとか、マーガリンはねそんなに良くないよって言われるのは分かってるんですけども、バターマーガリンっていうのを軽くさらっとこう塗って食べてしてますね。もちろん焼いてからね、トーストにしてからちゃんと火通してから熱を与えてから食べてますよ。まあでもそういう風なのをね、話ちょっと戻しますけども、そういうのをやめてしまうとストレスになるんで、全部はね実践せんでもいいと思うんですよ。不可能なんで、 NG フードと言われてるものを全て食べへんでおこうとかっていう、その情報とかっていうのをね全て実践しようと思うと不可能なんで、まあ自分なりのペースでね、皆さんじゃない、僕自身がストレスになったらダメなんで、自分のペースで、まあ、少しずつね、まあ、コーヒーにお砂糖を入れたりして、たまには甘いものをね体に入れてやっていってるんで、今はストレスなく体重を減っていってます。体のむくみが取れたらもうちょっとスリムになるかなと思いますんで、ね、健康のためにね頑張っていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。